フォッカー D7、フォッカー D7、ドイツ空軍のフォッカー D7、フォッカー D7 は、ドイツ帝国のフォッカー社で開発された、戦闘機である。1917年に、ドイツ航空隊から出された、メルセデス製エンジンを搭載した、戦闘機の使用に従って、フォッカー社のラインホルト・プラッツ技師は、新型の服用戦闘機フォッカー D7 の試作機を1918年に、完成させた。 この機体は成功策であったドクター・アイと多くの共通部分を持っていた。胴体と機体構造は全人機を踏襲しており、尾翼は新設計のものに変更されていた。より高い飛行性能を得るためにより強力なエンジンが強く求められた。このため、この服用機には左右帳と面積が大きな主翼が必要となった。主翼の構造は、 ドクター・アイの自由支持翼に類似していたが、ドクター・アイのものより、はるかに大きく厚いものであった。これを支える N 型の支柱と胴体の間の挑戦は、廃止されていた。エンジン系統は、初期型では、メルツエデス製の160馬力のエンジン D3 が、搭載された。後にはいくつかのエンジンが搭載されたが、中でも特に強力な185馬力の、 BMW3 エンジンが最も広く使用された。1918年1月に行われた比較審査において D7 は速度性能、運動性、操縦性などライバルのどの機体よりも優れた性能を示したため、直ちに量産化の指令を受けた。D7 の飛行性能はすべての面でそれまでの主力戦闘機アルバトロス DV をしのいでいた。 1918年4月から収益を開始し、戦争末期の主力戦闘機として終戦まで生産が続けられた。前線においては、連合軍機に対して、速度性能でやや劣ったものの、上昇性能、運動性能、高高度性能で上回り、航空戦場で優位に立つことができた。1918年11月11日にドイツは、連合国に降伏したが、 それまでに700機以上の D7 が生産されていた。対戦中のフォッカー D7 連合国は、戦中 D7 をドイツ最良の戦闘機として非常に恐れていた。そのため、終戦後にはドイツに対処稼働状態のフォッカー D7 と称する航空機全機の引き渡しを特に要求した。また、終戦後の比較検査の結果、連合国では、 D7 に匹敵する性能を持つ戦闘機はわずかに、イギリスの新鋭戦闘機ソッピーススナイプとフランスの新鋭戦闘機スパッド13だけであると結論付けられた。アントニー・フォッカーは密かに数機の D7 をドイツから母国オランダへ送付した。亡命したフォッカーはそこで新たに航空工場を立ち上げることに成功した。戦後、 1928年までは D7 の生産が続けられ、最終的に3200機程度の D7 が製造された。D7 はヨーロッパ諸国で空軍機として採用された。ベルギー、オランダ、フィンランド、ポーランド、スイス、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、リトアニア、西ウクライナ人民共和国、ウクライナ人民共和国、ウクライナ国、 ソビエトロシア、ソ連などがその例である。また、いくつかの発展型が開発され、現地回収機も存在した。D、E やエンジンドイツ空軍のフォッカー D7、ジャスタ66のフォッカー D7、スイス空軍のフォッカー D7。ありがとうございます。